はい、皆さんこんばんは。今日はこういう本についてお話ししてみようかと思います。運動神経の科学、まあ速く走るためのトレーニングの仕方という感じのことが書いてるんですけど、まあどうやって運動を覚えるかとか、早く人間が運動機能を覚えていくか、備えていくかというシステムの話とか、体幹の話とか、いろいろしてる、まあ、本です。結構面白いと思いますね。まあ、これ全部話してたら話が長くなるんで、重要なことだけいろいろ割愛して、話していこうかなと思うんですけど、まずね、体の使い方についてね、こういう本を読むと意外といろいろと、知らない知識がいろいろ増えていいかと思います。特にね、人間って前にもちょっとイメージが大事って話しましたけど、最初から自分が持ってるイメージの動き以上ってなかなかできないんですけど、そのイメージっていうのは具体的に何かっていうと、各種の筋肉ですよね。各種の筋肉、この動きをするときにどの筋肉を使ってるのかっていうのがイメージできるというか、まあ、自分がすでに使ってる範囲の筋肉しかなかなか普段使おうとしないんですよね。ですから新しい動きをしようと思っても普段意識して筋肉動かせない部分は基本的には動かないわけなんですよね。動かないというか、そこがイメージできなければその筋肉使わないので、結局その筋肉を使わないと今まで使ってきた筋肉だけを使おうとしてしまって、結果としてより質の高い動きができない、もしくは新しい動きが覚えられないっていう、そうある、こう一つの円を作る時でもなかなか、そのなんで、じゃあ例えば僕のように体が動かないんだって弟子が思うこともあると思うんですけど、それは単純で僕が使ってる筋肉ほど皆さん使えてないからできないっていうところがあるんですよね。じゃあその新しい筋肉というか、まあ新しい筋肉ですかね、新しい筋肉を使うのには、どう使えるようにするのにはどうすればいいのかっていうところになってるんですけど、それはやっぱりその使ってない筋肉をイメージするっていう、要はどういうふうに力を使えばその筋肉が動くようになるかっていうのを一個一個知っていくのが大事だと思うんです。あ、ここの部分のこの筋肉を使ってなかったからこの動きができなかったんだ。で、まあ、当然その筋肉っていうのは骨を動かすためのものですから、結局その骨の動かし方の角度で、あ、ここの筋肉がうまく動いてない、もしくは拮抗筋として逆作用を起こしてて、むしろ妨げになっているなんていうこともあるので、それをどうやってやっていくかがイメージとして大事っていうのがあるんですよね。まあ、それのイメージの付け方をこうやるといいですよみたいな話がこの本では書いてあります。例えばペダルを漕ぐっていう動作の筋肉は、まあ、ペダルを漕ぐので、まあ、自転車乗っている人は慣れてると思うんですけど、例えばペダルの大元がこう前後に動くようにしないと漕げないっていう仕組みになっている。これはなんかこの本に言わせると、速く走るためのより速く走るための筋肉をイメージつけさせるっていうトレーニングなんですけど、要するにこう漕ぐ時に全体を前に押し出すような感じで漕がないとペダルが前に漕げないって、そういう仕組みのペダルみたいなんですね。結局一つの今まで覚えてたこういう動作に対して新しくこう前後にするっていう動きを加えないと動かない。でもそれはまあ慣れればすぐできるんですけど、結局新しい動作を作るって、こうやると動くんだって、あ、ペダルはこう2つ回すだけじゃなくてこの方向にちょっと力を入れる、この時にその今まで使ってなかった筋肉がイメージできるようになって使えるっていうことになってくるんですよね。まあまあ、それは自転車の書き方で、じゃあ合気とか合気道とか、まあそれはそれぞれいろいろおのおのの技であるんですけども、使ってない筋肉をどうイメージするかっていうのは結構大事だと思うんですよね。これこの間、前に紹介した合気道の木下先生なんかも言ってたんですけども、トレーニング、一つの動きをトレーニングして考えなくてもできるようになった時には、もっと体で、使ってない筋肉を探せと。そうするとまたその使ってない筋肉が見つかったらそれを使えるようにする。筋肉っていうのは最終的には小脳が形を覚えて動くんですけど、その小脳はある程度感覚で使ってってやっていかないと新しい動きできないんですよね。でその最初の入り口になるのは大脳で、大脳が指令して動かす筋肉を何回か反復でやっていくと、それが小脳に書き込まれる。
それに初めて衝動で使えるようになるっていう風になるんですよね。ですから反復稽古はもちろん大事なんですが、反復稽古するときにこういう意識を持ってやらないとすぐに頭打ち来ちゃうんですよね。結局使ってる筋肉がある程度覚えてくると当然小脳に書き込まれる。これはすごくいいことなんですけど、でもそこで小脳に完璧にインプットされた段階で新しい動きとしてはそれコンプリートしちゃうので、そうすると進化がなくなるんですよね。ですからじゃあ今までそのこの筋肉を使うことは今までできたけど、他にどこ使ってない筋肉はないだろうかっていうのを探して、でそれをまた反復練習して小脳に書き込む。そうするといずれ前より前と比べるともう一個別の筋肉も小脳で自然にできるようになる。こういう形で身体操作をどん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 良くしていくっていう傾向が大事だっていうのは木下先生が言っていて、それはそれは僕もそうだなと思います。ですから一つの動きをやるたびに覚えたなと思った段階で何か一つ新しい筋肉、新しい動き、新しい骨の動きっていうのを探してみて、使ってない筋肉、使ってない部位っていうのを常に意識してトレーニングしていくと、やがてそれがいろんな筋肉というか動きの発展につながっていくんですよね。で反復練習バカにする人結構多いんですけど、結局大脳で考えてやってるうちは大脳と小脳じゃ反応速度がもう桁違いに違いますし、何より大脳は一つの筋肉しか動かすことできませんからね。小脳だけが唯一いくつかの筋肉を同時に動かすことができるので、やっぱりその反復練習を繰り返すことでその動きそのものを小脳に書き込んでいって新しい動きをする、それがまあ実践に近い速いスピードの動きができるようになるっていうのにもつながってきますので、やっぱり地味ですけども反復練習が大事。ただ反復練習も一つの動きに対してはすぐ頭打ちきちゃうのですみません新しい動きを覚えていくっていう、そういうまあトレーニングをするとよりより多くの体の筋肉をいっぺんに動かせるっていうことに練習につながるので、とてもいいんじゃないかなと思います。まあこれはね、それの今話しちゃったことが今回僕が言いたかった重要なことですけども、まあそれ以外にもいろんなことが書いてあるのでいろいろとやってみると面白いんじゃないかなと思います。あとね、後半なんかやっぱ走るっていうことで大腰筋の使い方なんでしょう急にくしゃみが大腰筋の使い方を話してますけども、まあ前にね肩の使い方でちょっと話したと思うんですけど、腕自体はここの胸鎖関節のここから実は始まってるっていう、ここが関節と要は肩と腕としては関節の一番終着点はここになっているんですよね。ここのようなイメージがありますけど、骨自体はここから肩甲骨に来て、肩甲骨とここがこう鎖骨についているので身体とつながっているのはここということに考えると、腕自体はこの胸の中心からここから動かしてるっていうふうに考えれば肩も自在にある程度動くよう。これをやっぱりこう肩ここで考えちゃうと、どうしても例えば回すっていう時にこう体をねじることでここを回そうとしちゃうんですよね。ここが一体化しちゃってるので、そうするとこのねじりは違う動きに使いたいので、例えばこういう技があった時にここの部分でそれの動きを代替しちゃダメなんですよね。ここはこうしたい、そういうことによって体の動き、他の体幹の部分は別の動きができる。同じことがやっぱり足でも言えて、人間こう立ってますから足ってどうしても股関節から始まっているように感じちゃいますけど、実際大腰筋はものすごい上まで来ててこの辺までつながってるんですよね。ということは、まあこの場合は関節じゃなくて筋肉なんですけど、足を動かしている筋肉の一番上っていうのはここから始まってるんですよね、大腰筋から。その大腰筋と脊柱起立筋はかなり密につながってる。でもどっちも背骨についてますから脊柱起立筋とつながってる。そう考えると背骨を使って足を動かすっていう形にもつながってくるので、ただ足を動かすっていう時にそれこそ脊柱起立筋から足を動かすみたいなイメージをすると、より高度な足さばきができるようになってくるし、そっちの方が例えば単純に走るにしても速いそうです。やっぱりどれだけ多くの筋肉をきれいに使えるかどうかっていうのが大事になってきますので、ちなみにこの大腰筋脊柱起立筋まで動くっていうふうな形
になると難波の動きの方がいいみたいですね。だからまあ昔の日本人が難波で歩いてた、もしくはあの武道なんか大抵の場合は難波ですよね。半身で構えて難波の足さばきでやりますけど、まあ、それにはそれなりにちゃんと理由があるんだなっていうのがこういう本を読むと分かると思います。今日はまあちょっとね忙しいというかあれなので短い感じになりますけども、皆さんもあの筋トレする、動きをする、反復運動をする、稽古をするっていう時にただ単純にやるだけじゃなくて、あのどこもまだ使ってない筋肉がどこかあるんじゃないかっていうのを常に意識しながらトレーニングをするとより高いあの身体操作を得られるんじゃないかなと思いますし、僕も日々そういうふうに稽古はしてます。ですから今指導する立場でいろいろ教えてますけど、そんな中でも一つの技でもまだどこか使えない筋肉があるんじゃないか、まだもっと効率的に体を動かせるんじゃないかっていうのを常に意識しながら反復稽古を繰り返してますので、皆さんも反復稽古するときはあの何でしょう、ただ単に漠然とやるのではなくていつも体と話し合いしながらやっていくとより高度な技が身につくんじゃないかなと思います。というわけで今日はこの運動神経の科学からちょっといろいろお話しさせてもらいました。